依頼士ニノだったよ。月も依頼士の術だ。これからキュービを引き離す気か。これでキュービ契約封印。敵の被害を防げ。キュービを上辺から外へ追い出すのじゃ。よせ、いでよ。もうええんな。キュービか。封印が解けた。外から押し出す。混合においじゃ。ジュナ、おう、ノビよ。港。どこにおる？ひどい。口寄せの術。これは。クシナ、すまない。少しの間、キュービを抑えていてくれ。四代目だ。それなりのチャクラがいる。いくらわしでも。こいつはそう抑えておけんで。わっちか、ミナト、キュービごと飛んだのか。すぐに結界を張らないと、ジャクラがもう。私はまだやれるわ。ごめんね、起こしちゃったわね。ごめんね。このままキュービを引きずり込んで死ぬわ。そうすればこの先キュービの復活時期を延ばすことができ、今までいろいろありがとう。クシャ、クシャ、君が俺を四代目火影にしてくれた。そしてこの子の父親にしてくれた。君の男にしてくれた。クシャ、君がキュービと一緒に、その残り少ないチャクラはナルトとの再会のために使うんだ。君の残りのチャクラを全てナルトに封印する。八卦封印に組み込んでね。でもあの術は術者が。そしてキュービは俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は式封刃だ。式封刃なら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。君を道連れにしたキュービの封印は復活まで人中力が不在となって微重バランスが崩れてダメだ。キュービのもう半分はナルトに封印する。八卦封印でね。なぜかそう確信したんだ。そしてそれを止めるのはこの子だ。したんだ。ミナト、でも式封刃。キュービの人中力として力をコントロールしようとしたとき、君が助けてあげてほしいんだ。私たちの息子だからこそ、そんな重荷をナルトには背負わせたくない。この子を信じよう。何たって俺たちの息子なんだから。ほんの少しの間であっても、
母である君がナルトへ伝えられるものに。それは母親の役目だよ。息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。あの院まさかもう四季封じだ。己四代目火影。三代目様どうなったんです。儀式用の台座わしをまた封印する気か。しかもあんなガキに。よし、あとは八卦封印だ。クシラ大丈夫。やはり式封刃のようじゃ。本当に使うとは。でもここだ。ジライア先生が名付け親のこの子は人中力として未来を切り開いてくれる。子供がいるのか。そうか。お前に封印式の鍵を渡す。その後すぐにジライア先生へ蔵入りしてくれ。ミノトのやつ、自分の子を人中力にして里を救うつもりじゃ。これで安心だ。貴様ら。クシナ、もう命が持ちそうにない。ナルト、好き嫌いしないで、いっぱい食べて大きくなりなさい。たくさんじゃなくていいから。本当に信頼できるお友達を。毎日ちゃんと入って温まること。それと夜更かししないでいっぱい寝ること。勉強や忍術をしっかりやりなさい。アカデミーでは先生や先輩を敬いなさい。それと側近といえばもう一つ、ジライア先生には気をつけなさいってばね。あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。それと参勤で問題なのが女。それと大切なこと。ミナト、ごめん、私ばっかり。